はい、どうもこんにちは、ともきんこと、ともがいりょうたです。突然ですけど、皆さん、Facebook って最近やってます？で、なんか、こいつも Facebook やってるみたいなんですけど、なんか全然、Facebook 最近人がいなくなったっていう風に言ってるんですよ。で、確かに僕も思い返してみたら、なんか、連絡取ってた友達とかから全然コメントとか来んようになって、で、あれ、Facebook どうしたやろなっていう風に思ってたんですよ。皆さん、最近そういうことって感じませんか？それは、あなたに友達がいないだけのことです。ということで、最近、Facebook 使ってるよっていう人、あるいは、また別のやつ使ってるよっていう、例えば LINE とか Twitter とかね、そっちにやってますよっていう人、なんかちょっと軽く知りたいんで、アンケートみたいな感じで取りたいと思います。なので、ぜひ、コメント、でよろしくお願いします。はい、じゃあボイパ講座やっていきたいと思います。今日はですね、ボイススクラッチのやり方を解説していこうと思います。このボイススクラッチは僕もめっちゃ苦手で、であんまりこう講座とかやっていいんかなって感じなんですけど、でも今日はね、あのリクエスト多かったし、こうみんなのためになるやつやと思ってるから、だから今日は講座やっていきたいと思います。じゃあまずは実演をご覧ください。はい、この最初にやってたっていうのがいわゆるボイスクってやつですよね。これはやり方としてはすごく単純で、まず発音がアワアワになります。で、このアワっていうのを、こう、いかに音を変えながら言うかっていうと、そこが大事になってくるんですよ。例えば、低い声でアワっていうときは、アワ、アワ、こんな感じに言います。で、これ、コツとしては、なんか、喉の奥の方で出すっていうの。これがコツです。あ、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 こんな感じの声。この時に、アワ、アワっていう風に言います。アワ、アワ。で、高い声やったら、あわ、あわっていう風に、こう、ちょっと高い声に低い声混ぜたりとか、あとは高い声だけやったら、あ、あわ、こんな感じになります。ちなみに僕はあんまボイスク使わない方なんですけど、よくいいフレーズ、まあ言い回しみたいなのがあって、僕がよく使うのは、わ、あわ、と、あわ、すりっていうフレーズを使ってます。これはさっき実演でもやったやつですよね。で、これを実際にボイスクでやってみると、わ、あ、わ、と、あ、わ、すりっていう風になります。ちょっとあんま自信はないんですけど、なんかこう、ボイスクって感じにしたいのであれば、まず、この初心者の練習として、このフレーズをやってみたらいいんじゃないかなっていう風に思います。ちなみにこれは僕がビートボックス始めた時ぐらいに、教えてもらったやり方で、で、まあ、なんか、こう、ワン、アワ、トゥ、アワ、スリーって言ってしまったら、こう、かっこ悪い感じになっちゃうので、ワ、アワ、トゥ、アワ、スリー。こういう風に発音して、で、やってます。みんな、キンキンのボイパ講座、いかがでしたか？はい、今日のボイパ講座、いかがでしたでしょうか？こんな感じで、皆さんからのリクエストに答えています。Facebook、YouTube、Twitter、どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録をして、動画の最新情報をゲットしよう。それでは、See you next time. また次回もお楽しみに。